もむーちゃん誕生日でしょ。ちょっと早いけどむーちゃんお誕生日に買ってきたよ。牛タンの皮、うっちゃっとるよ。220g で早くくださいって言っとるよ。いや食べるよむっちゃんは。もうだってほらくんくんやっとるもん。もらっといて。とりあえず小さい鳥肌みたい。うん。え、見せて。これ鳥肌みたい。わあ。なんか気持ち悪いね。よし、むーちゃん、ばあばからもらいな。むーちゃん、お誕生日おめでとう。ちょっと早くお誕生日だって。はい、いいよ、あげる。どう？むーちゃん。あ、持ってくな。あ、持ってくわ。初めてだった。うん。初めてのやつは向こうで食べるんだね。うん、いいんだよ、むーちゃん。どこでも好きなとこで食べな。うん、バリバリやって食べとるよ。そんな硬くないんだ。なんかもう多分、1分もかからんと思うよ。え、もう食べちゃった？もう終わったかもしれん。え？ある。うん、隠れ、隠しとる。うん、いいよ、むーちゃん食べな、ゆっくり。お母さん取らないから、むーちゃん。さすがむーちゃん。むーちゃん惜しいね。じゃあ、あと、あの、ハーネス買い直ししなかんね。ハーネス買って、むーちゃんのハッピーバースデーだね。むーちゃん、ケーキよりもこっちの方がいいでしょ。うん、もうなくなった。ちゃん誕生日おめでとう。食べちゃった？うん、食べちゃった。むちゃん、むちゃん、なんかケーキの方が良かった？いや、ケーキはまだいいよ。ね、腹壊してたんで様子見をされて。ね。なんか足らんって顔してる。なんかた、あれ、あんだけじゃ足らんぞって顔してる。むちゃん、ごちそうさまでした。じゃあハーネス今度持ってくるね。買って持ってくるね。向こうで買ってくるわ、むーちゃん。ね。あのピンクの色違いにしようか、むーちゃん。ああいうのもうちょっと大きいやつね。